まあ、こうやってここでこう作ったと。でこれを上段に持ってもらうと、もうすごく強い上段ができている。そしたらこれもこう持ってきて、今度はパーですね。で同じ動きでこう、で前回ソケットレンチ入れた時、この手をソケットにしてやれば、このもの小さくやるんですね。でまた持ってもらうと、もうその動きをこの中で作らなくても意識だけですね。
まあ、この対戦うまくすれば勝ちも勝手に決まるんですが、でこういうふうに持ってきたらこれでできてると。で、これを今度はジョルタンが逆にこういうふうに手を構えててもらってて、普通に構えてる状態、はい、そしたらこれもこう持ってきて、今度はパーですね。で同じ動きでこう、で前回ソケットレンチ言った通りこの手をソケットにしてやれば、このもまた強い力が出る状態が、これまた握っちゃったらもうこの力はもう触らないんですが、ここでカポッとはまったらもうそのままですね、こういう風にこの動きによってもうそれが力が出る状態になってるんですね。で、それをこれをだんだん分かってきたら、この中で使ってるこの感覚をこんだけやったやつを小さく小さくやるんですね。でまた持ってもらうとこういうふうに力が出る状態やし、まあ、ジョルジャンがこう構えて手を出してきたらちょっとこういうふうに小さく使えるようになると。でまたもっともっとやり込んでいくと、もうその動きをこの中で作らなくても意識だけですね。小さくすればするほど出る力が大きくなっていくっていうこと。だからこの傾向を繰り返すっていうのも大事っていう一つなわけね。でまたこれが掴まれるのが分かったら、今度はパンチ打ってくると、パンチ打ってきたやつに対してここで外受けをこうするっていう。でこの時も同じ、このぶつかるまで手は締まらないんです、力が入らないんですね、相手に触れるまで。で、またパンチをちょっと間に合わない、ここから構えてパンチを打ってくると、これでも力が出る状態。もうこの動きで力がすごく出るんですね。で、それもまた同じですね。だからこれを小さい動きにするっていう、小さくちょっとやれるようになると、こうやって使えるようになるし、まあ、最終的にも本当にこういう動きをしなくても、ちょっとこの意識でちょっとやるとできるようになるっていう。だからこの基本稽古も打ち受けでもこういう動きも使えるし、これも使えるし、もう上段受けのこの動きでも使えるし、まあ、今の外受けでいくとこれを、まあ、持ってもらう、こう持ってもらって、まあこの状態からこのこっち側で回旋するんですね。で、下に行ったらこういうふうにやると、そのすごく力が出る。だからもうどんな基本言語も、だからこういう回旋とかね、そういう感覚が分かってくれば、みんなこういう技ができるし、もう深層筋使えるようになったら結構なもんやと思ってるよ、俺は。だから2段階とか5段階数の中に2段階数を100層に動くんだけど、そんなに差がなくて、もう2段階の心臓っていうのは使えば結構結構やと思ってるし、はい、でまた内気の稽古っていうとね、こう対人でこう持ってもらってグーッとこう試すとかってやることが多いと思うんですが、僕の考え方っていうのはね、それは空手の技にしても、まあ、内気の稽古にしても相手がいると、どうしても相手にとらわれて相手をどうにかしようとか、相手に対して何かしようっていう、そういうのがどうしても働いちゃうから、それよりもまず自分一人で正しい動きをしっかりとこの体と自分に覚え込ませるっていう、相手がいない状態でなるべく基本とか肩とかね、そういうのをしっかりと一人でやれる稽古を、相手にとらわれずにもうやるっていう稽古をして、でまあ自分一人でならちゃんとした動きがある。これがまあ、例えばこんな外向きを、まあ、どんだけやってもこれはまあ、なんちゅう、運動不足解消のようになるわけだけど、すごい技はできるようにならないですね、これはやっぱり。ちゃんとしっかりとこういう動きをした稽古をやって、もう自分一人の時はもうちゃんとその動きができると。それの上で、人とやってみて、それが、その自分を、ちゃんとやれるかっていう、一人でやってるように、そう
ぱ相手だけとの敬語になると、例えばジロちゃんをなんとかしろなんとかしろ、ジロちゃんをなんとかできるんだったら、この違う人になったらこの人はどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうとかって相手にとらわれちゃうから、もう相手関係なく自分が正しい動きをしていくっていう、はい、そのためのこういう基本言語とかね、そうであるし、まあ、あのこういうのをやっていけば、まあ、こういう技ができるようになってるから、はい、まあ、あのまたね、あのこんなのよかったら、はい、あのまた紹介したりもしてきますので、またぜひやってみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。